アジア大会、卓球、29日、甲州、女子シングルス3回戦が行われ、東京五輪代表の平野美宇、23、イコール木下グループイコールは、ピョンソンギョン、北朝鮮2、2対4で敗れた。近年は北朝鮮選手がほとんど国際大会に出場しておらず、同選手との対戦も18年ユース五輪以来、5年ぶり2度目。 今大会は日本協会が設定する24年パリ五輪代表選考ポイントの対象だが、思わぬ復兵に足を救われて16強敗退に終わり、加算は10点にとどまった。写真、破れて悔しさにじむ中でも北朝鮮の選手としっかり握手スポーツマンらしいワンシーン平野は現在五輪シングルスキップ圏内の2番手につけている。今回出場していない3番手の伊藤美誠、スタート。 との差を広げるチャンスで、どれだけ、伊藤を離せるかが鍵、と位置づけていたが、10点の追加にとどまり、25点差で残り2大会に突入する。パリ五輪代表選考ポイント女子上位6人、9月11日、日本協会発表、1、早田ひなイコール640、5点、2、平野美宇イコール420点、3、伊藤美誠イコール409、5点、4、 木原美優イコール268.5佐藤瞳イコール230.6張本美和イコール226。5点卓球のパリ五輪への道日本協会が国内選考会を中心に独自に設定したポイントで争うパリ五輪代表選考は来年1月の全日本選手権終了時点での上位2人がシングルス代表に決まる。残る対象試合は 第6回パリ五輪代表選考会、11月、大阪、イコール最大100点、全日本選手権、来年1月、東京体育館、イコール最大120点イコールの2大会。また、年内の T リーグ個人成績が加算されるほか、国際大会で中国トップ3に勝利した場合はボーナスポイントが入る。